ではいただきます。はい、皆さんこんにちは、ターボパパです。ということですね、本日はですねお昼ご飯を作っていこうと思うんですけど、先日ですね、いつもあの僕の動画を見ていただいている視聴者さんからですね、チャーハンを作ってみてほしいということをリクエストいただきまして、実際チャーハンって意外と本当難しいんですよね、作るのって。ただまああの一回ちょっとチャレンジしてみようかなということで、今日ねチャーハンね、お昼ご飯チャーハンを作っていこうと思います。でですね、準備したものがこちらですね。こちらもうこちら冷やご飯ですね、冷やご飯になります。あとこちらチャーシュー、こちら先日動画であげたあのこちら豚バラ肉のチャーシューですね、こちらをですねちょっと細かく切ったものになりますね。豚バラ肉のチャーシューのね動画はまた概要欄か貼ってきますので、よかったらね見てください。ということで調味料が、あとこちらはシンプルにガラスープです。鶏ガラスープの粉末のものですね、こちらね。とあとは卵とネギ、シンプルにいきますね今日はね。とあとですね、こちらがまあ最後の風味付けのごま油と、でこれがチャーシューを煮た時の何ですか、煮汁というんですかね、ですね、こちらね。これこうやって取っとけばね、どうなんだろう、1週間2週間ぐらい普通に持つのでね。でではね、今からね早速ねチャーハンの方を作っていこうと思います。では早速調理していく。はい、ではね早速やっていきますね。今ねフライパン温めてるところですね。まああのチャーハンやるときはまああのまあ皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、基本的にはフライパンよく温めて、でちょっと油多めでいきましょう。よいしょっと、こんな感じですかね。でちょっとね油のやつ混ぜると、であとですね、冷やご飯なんですけど、もし仮に炊きたてとかちょっと熱いのしかないとちょっとだけね冷蔵庫で冷ましていただくと多分うまくできますね。ではねやっていきます。でまず卵ですね、こちら卵、まず卵ですね。で卵もできればフライパンが冷めちゃうので、家庭用のコンロだとなんで常温に戻して、ちょっとなんていうんですかね、あんまり冷蔵庫に出したてよりはちょっと常温で戻した卵の方がいいと思います。ではね、ここからはスピード勝負なんでやっていきます。よいしょっと、はい、まず、ね、卵入れます。で卵入れたらもうすぐねご飯の方も入れちゃいます。ご飯入れちゃいます。はい、でご飯を卵でコーティングするという感じで混ぜていくとパラパラになり、なるのでね、なりやすいっていうんですかね。で炒めていきますからですね、卵でご飯を卵でコーティングするイメージですね。でまあフライパンにちょっと広げるイメージで炒めていくといいと思います。でチャーハンでも家庭だとね、いっぺんに2人前とか作ろうと思うんですけど、そうするとなかなかうまいことできないですよね。やっぱフライパンがどうしてもね火加減が弱いとフライパンが冷めちゃうんだよね。で軽く炒まったら、チャーシューですね、焼き豚、刻んでおいた焼き豚の方入れます。よいしょ、でもうねでちょっとまた軽く混ぜていきます。はい、でチャーシューも混ざったらですね、ここでもうね調味料入れちゃいます。まずこちらガラスープですね、粉末のガラスープ小さじ2杯分入ってますので入れちゃいます。であとはちょっと軽く塩コショウですね、塩コショウ入れていきます。よいしょ、でこのもんでいきます。で軽く混ぜます。で軽く混ぜて、そうしたらですね、先ほどのチャーシューの煮汁を
あんまり多く言うとべちゃべちゃになっちゃうので、まあちょっと軽く第1杯分ぐらいかな、軽く鍋肌にザーッと入れちゃいます。で、あとはネギですね。ネギを入れちゃいます。あとは最後に風味でごま油ですね。ごま油をちょっと振ります。ごま油です、入れます。はい、あとは軽く、混ぜれば、はい、こちらでーす。チャーハンの出来上がりでーす。こんな感じですね。はい、では盛り付けていきます。ではあとね、最後にお好みで紅生姜を添えれば、はい、紅生姜を添えればこちらで、まあ我が家のね特製チャーハンの完成でーす。こんな感じですね。美味しそうです。で、あのチャーシューの煮汁は、あの、まあ、僕はちょっとね醤油、ちょっと最後に醤油風味が欲しいんでね入れますけど、まあなくても大丈夫です。あれはないともっとパラパラ感は出ますからね。ちょっとあのタレが入るんでね。ではね、ちょっとね味見の方をねしていこうと思います。こんな感じで美味しそうな感じに仕上がってますね。ではいただきます。うん、美味しい。自分でもなんだけど美味しいですよこれ。あのやっぱ僕ちょっとあの名古屋って味が濃いのが好きなんですけど、やっぱちょっとね醤油味がね、ちょっと醤油味がつくとやっぱ日本人みんな大好きやつの醤油の味は。なんでね、ということでね、本日はですねこちら我が家のチャーハンなんですけど、もし参考になれば皆さんもね作ってみてくださーい。ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。